こんにちは佐々木荒木野上かっこ塩谷チャンネルですこのチャンネルはサンフレッチェ広島や J リーグの魅力を伝えるチャンネルです今日のテーマは川崎戦のプレビューということで今リーグ戦の順位は試合数の関係とかもあって3位実質2位みたいなところではあるんですけど王者に挑むという大事な試合の話をしていこうと思いますまず直近の成績 と、通算の成績になりますが、通算でも11勝11分け23敗と、大きく負け越していて。 で、まあこの、まあ、ここ数年は特に川崎がもう黄金期と言えるような強さ発揮してて、サンフレッチェもうまくいかないシーズンもあったりとかっていうことなんで、まあ直近5試合で見ても、まあ、2分け3敗とも負け越してることにはなるんですけど、まあただ J リーグの他のチームに比べたら、全然対川崎っていう面では検討してる方かなっていうふうに思います。まあ去年に関しては、多分一回も負けなかったのがサンフレッチェだけなんで、まあ2試合引き分けではあるんですけど、特に去年、まあ、内容でも別にめちゃくちゃ チャットされたってわけでもなく、まあ上の試合はまあサントス選手がまあ暴れ回って引き上げたのと、まあ、ホームでの試合はまあちょうどフロンターレの調子が良くない時期ではあったんですけど、まあ、後半の途中までリードするような展開だった試合で、でまあ前任者のジョウフクさんがそのフロンターレに苦手意識を持って ってなないいみたいな説があってそのベルディの監督になって天皇を入り勝つっていうようなこともあって、まあそんなこともあるんで、特にサ,そのサポーターの方からしたら、めちゃくちゃ苦手意識があるわけではないかなというふうには思います。今年の3月の5節でまだサンフレッチ未勝利の段階ではあったんですけど、もうほぼそのサンフレッチのゲームといえるような 試合は、しつつも、その、ま、川崎の試合校舎ぶりを発揮されてしまって、ま、コーナーキーからのオンゴールと、まあ、その後さらに前がかりになって、まあ、ちょっと守備薄くなったところを、うまく連携で崩されて2失点目っていうのがあって、2-0で負けはしたんですけど、まあ、あの試合で今年結構いけるんじゃないかなっていう手応えは勝手に掴んでたような試合なんですけど、まあ、ですので、ま、通算の成績ほど嫌なイメージじゃないかなっていうのが、まあ、ここの、 お話のまとめになります。続いて広島のスタメンですけど、天皇杯の試合で思ったより交代が早かった選手が多くて、佐々木選手が例えば出れるのが怪しかったり、なんか立島選手も少し怪しいんじゃないかみたいな話もあったりで、正直予想がついてないっていうのが正直なところ。あと塩谷選手が出場停止なので、多分そこ今なんか野上選手よりも住吉選手なんか序列が上がってるような気がするので。 セミオシ選手はかなり高い確率で出るかなと思ってるんですけど、まあ、その佐々木選手がハーフタイムで変わってるってところが少し気がかりかなと思います。河村選手がもう2試合連続でゴール取ってて、まあ、ウィングバックもいけるので、右に柏選手、左に河村選手もありだと思いますしあ、天皇杯ハーフタイムで変わってるので、まあ、ボランチでも、まあ、本職がボランチだと思うんですけど、まあ、ボランチもありだと思いますし、まあ、ルーマンカップで、ね、野上選手、正谷選手が、 怪我で交代した時にセンターバックの左木が入ってるってことも考えたらその佐々木選手のところに入るって可能性もあるので、まあ、そうすると、まあ、野上選手ウイングバックみたいな使い方もできるので、まあ、そんなこと言ってたらキリがないんですけどまたシャドウのところにエゼキエ選手が入る可能性もありますし、まあ、ちょっとメンバーに。 変化するんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、続いて川崎のフォーメーションですが、4、四3 3もアンカーの、えー、ダブルインサイドハーフみたいな形をとってまして、まあ、ゴールキーパー普通に何もなければ、チョンソンジョン選手が入って、 でディフェンダーが、まあ、右サイドバックの山根選手センターバックの谷口選手は不動かなっていうところで、まあ、ジェジェ選手は復帰してからさすがのパフォーマンスを見せながらも少しまだその大きが明けだなって感じる部分もあるので、まあ、山村選手だったり、まあ、サイドバック予定で最近出てる車谷選手がセンターバックになる可能性もあるんですけど監督の中の一番使いたい形はこのジェジウ選手センターバックでサイドバック車谷選手になるかなと思います。まあ、フロンレも ほぼほぼ、まあ、その中2日でも変えずに挑むぐらいの感じなので、まあ、アンカー、シ道選手、インサイドハーフ、立花田選手と、脇坂選手ってのも変えないと思います。左のウィングマルシーニョン 右のウィング、家永は、もうここはもう攻撃の肝になってる部分で。で、トップはダミアン選手が大きめの怪我をしたので、チネン選手が入ると思うんですけど、こんな感じで前回と同じようなメンバーを揃えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。続いて広島の成績ですが、8月入ってから公式戦で全部勝てていて、で勝つ全者複数得点で。 ま、平均切っても大体1ぐらいに収まってきて、まあ、天皇杯の時に85分間はセルスのゲームだったんですけど、まあ、それでも勝ち切れたり、まあ、清水戦の10人で勝ったり、もう今なんか内容が悪くても勝つっていうのができてるかなっていうふうに思います。ま、気がかりな点としては川崎は1週間休みあって、澄れ,れて中2日なので、まあ、日程的にはかなりきついかなっていうふうには思います。ま、続いて川崎の直近の成績、 まあ年間の成績になりますが、まあ、今年良くない良くないって言われながら、まあ、去年お昨年がまあすごすぎただけで、まあ、よくよく考えるとも今年も現状3位実質2位につけてるっていうところを考えたら全然悪くないなと思いながらもやはりその期待値の高さから言われてしまうっていうのはあったんですけど、まあ、8月入ってようやくそのフロンタレらしさというか強さが戻ってきたなっていうのは思ってます。まあ、福岡戦と突然でまあ4点ずつ 取ってますし鹿島戦こそ、まあ、かなりボール持たしてというか持たれて押し込まれるような時間は長かったんですけど、まあ、そんな中でも勝ち切ってますし、まあ、湘南戦は、まあ、単純に選手の状態見極めきれなかったっていうのと、まあ、湘南の運動量に対応できなかったっていうところかなと思ってますですのでまあ中2日ではあるんですけど、まあ、そのまあ湘南に習って運動量で圧倒したいっていうのはこっちの思うようなことであるんですけど逆にまあその見 極めができず動けないってことはないようにしたいなっていうところではあるかなと思います続いて試合のポイントですが川崎が8月に復調になった要因いろいろ挙げられるかもしれないですけど大きく分けると3つかなと思っててまず1つ目がマルシーニョの裏取りっていうところで左サイドの攻撃 まあ、ひらげのウィングに入ってるマルシーニョ選手のことなんですけど、やっぱスピードのある選手で、今年フロンタレがうまくいってない時にも、そのマルシーニョ選手のところで裏取って一気にチャンスにみたいな、その速い攻撃を仕掛けられるようになった。 というところで、まあ、今までは遅刻の方が多かったイメージはあるんですけど、まあ、結構その裏取ったマルシーニを起点に得点が入るようなシーンっていうのが、まあ、8月になってそのマルシーニ選手が好調になったのもあってよぎ、まあ、強みになったかなっていうのが1つ目のところになります、まあ、この裏の取り方としては、まあ、その縦パスを長いの1本みたいな、まあ、グランダーの方が多いかなってイメージあるんですけど、まあ、サンフレッチェのチェトのストョンの3バックであるとウイングバックの選手のところで裏取ったり。 もし人人ととの間に立っって裏を取たたりみたいなところで確か柏レイソルが3バックでウィングバックが裏取られてみたいな失点が4月ぐらいにあったんですけどそんな感じで特に右サイドに入るような選手っていうのは最近茶島選手が使われてますけどもしかしたらスピードに持ち味のある藤井選手を使ったりとかしたもしくはその右のセンターバックで住吉選手が入るみたいなことでケアする必要があるかなと思います。でつ目が家長のボーールキープっていうところで というかもう川崎の攻撃が始まるところで、まあ、そのスピードを落とした後に急に上げるだったりとか、まあ、とにかくそのボール取られないってところの上げの動きっていうのが活発になりますし、まあ、あと山根選手脇坂選手との,その3人の関係っていうのはか3人の関係性で崩すっていうところは川崎のもう長年の。 調査になってるところですしあの広島ホームの試合では、その時ボランチだった塩谷選手が、家中選手のことを吹き飛ばすようなシーンもあったんですけど、まあ、基本的に退治するなら佐々木選手だったりもボランチの選手が、どう、 取りににくくかかっっっっててていうところはやっぱポイントになってくるかなる思いますあとは、その、左サイドとか真ん中の方にお出かけをすることがあるので、まあ、そこでバランスを崩してその攻撃をするっていうのは川崎の攻撃の特徴でもあるんですけど、まあ、そこでおそらく2ボランチで来ると思うんですけど、まあ、そこでどういうスライドをするかっていうところ、やっぱお出かけされた時に、やはりフリーの状況を作ってしまうと、やっぱそこで起点作られてしまうので、 ま、人かけられた時にどうやって人かけるかっていうところがポイントになるかなと思います。で、まあ、ジェジュー選手が復帰して、やはり山根選手が攻撃参加しやすくなったっていうところはありますね。まあ、ただ、まだ本調子やっぱ怪我のちか、やっぱ怪我の期間が長かったので、まだ本調子かってあると、まあ、微妙なところはあるんですけど、やっぱ一人でサッカー変えられる力はある選手なんで、まあ、ここは大きなトピックかなと思います。まあ、続いてなんですけども、まあ、守備の時間が長い試合がある ととのが最近の取り上げるべきことかなと、まあ、前半の早い時間に点取った鹿島戦についてはまあそれでも良かったかもしれないんですけど、まあ、その3連戦になった湘南戦はもう運動量でもうチームで1 0ロ負けてたんでもともと運動量多いチームではないんですけど、まあ、1人当たり1キロ相手の方が多く動いてるっていうのやっぱどうしても苦しいですよねっていうところでしかもその走ってる部分に関しても走らされてるっていうような印象が。 強かったので、かなり圧倒して勝ってるわけではないっていうのはポイントかなと思います。まあ、これは今年ずっとなんですけどね。まあ、サングレッジの天皇杯なんで中2日になるんですけど、やっぱハイプレス仕掛け高い位置でボール取るっていうところはやりたいかなと思ってます。まあ、チョン・ソン・リョン選手にクリアさせてボールしてるみたいなシーンを作り出すとか、まあ、あとはもう高い位置で持つ引っ掛けてそのままカウンターっていうのは、広島ホームの時は、ビルドアップは結構封じられて、封じることできてたかなって印象があるので、 それは日程的に厳しいかもしれないですけどやっぱやっていくべきことなんじゃないかなっていう風に思いますその今年に限らずまあ湘南とかとす相手に結構苦しんでいる印象があるんですけど、まあ、それってやっぱ運動量のあるチームっていうなんか特徴はあるのでそれはま特に前回の湘南から見習うところは 多いいいんじゃないかなかっっててう,うには思ってますあとそのプレッシャー行ききれない時の崩され方としても湘南戦の湘南の決勝ゴールになったシーンあるんですけど、まあ、ラインずるずる下がっちゃってでポジションのまあ噛み合わせが合わないと相手と湘南 3−5 に使ってるのでそれで4バックだと合わなくなると。 いうところで崩されたのが、その湘南戦の2点目のシーンなんですけど、まあ、それ、サンフレッチも見習うべきかなって思ってまして、おそらくワントップツーシャドウになるとは思うんですけど、まあ、かなり前に比重かけてやっていくっていうのはあるかなって思います。まあ、その分裏がっていうのはあると思うんですけど、まあ、カウンター右サイドよりもひ、ひサイ、川崎の左サイドからなので、まあ、逆にはそっちをケアすれば、そういう風に前に地かけれるんじゃないかなっていう風には思ってます。 そのスライドのまとめとしては以上になります。天皇杯も勝つことができて、まあ、その8月からの全勝というか、まあ、連勝の流れを続けられて、まあ、正直よかったなと。まあ、カップ戦なんでね、カップ戦でもう負けたら終わりっていう中で、まあ、そのセレッソの返りちを食らうことなくいけたって、まあ、天皇杯ではなくて、ロバンカップの決勝も当たる可能性があるので、まあ、そういった意味でも、苦手意識というか、まあ、相手からしたら嫌な印象を与えられたかなっていうところは、非常に良かったなって思います。リ、まあ、ーグ戦もまあ1位を狙う というのは正直2チーム抜かなきゃいけないのでかなり厳しいかなと思うんですけど、まあ、2位と3位でも A シールの扱い変わってくるっていうのがありますし、まあ、手のほうが優勝すればまあんま関係ないんですけど、まあ、2位狙い、まあ、両チ神奈川2チームが両方とも失速してあおよくばぐらいのモチベーションで選手もファンもいいんじゃないかなと思ってます、まあ、中2日で厳しいと思うんですけど、まあ、川崎という標的相手にそ今の勢いをぶつけられたらいいなというふうに思います 本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。